フレンチレストランからの脱出、早速始めます。チンチン。5つのココットを見つけて脱出してください。スタート。あ、いましたね、またカエルくん。カエルくんには必ず何かをあげないといけないんだね。じゃあ、奥のテーブル。あ、奥のテーブル何もない。ってことは、じゃあ、早速もう右に行こうかな。なんだろう、ガラス板みたい。あとはない。その奥のテーブルもなし。次は、あ、何かをの置き順みたいなのがあって、他にはない。あ、で、奥のワイン。ワインか。あ、回らないぞ、でも。あ、1個足りないんだ、レバーが。じゃあ、どっかでレバーを、ゲットしなきゃな。このドアは開かない。隣。あ、これは、レバーですね。まあいいや、まずレバーをゲットしなきゃね。ここにドアがあるよ。チキン、魚、エスカルゴに、これなんだ。あ、何か刺す。あ、これかな？あ、違うよ。刺すものが違うね。まあいいや、とりあえずじゃ隣。あ、もう戻ってきた。あ、違う？あれ？戻ってきてない。戻ってきた？ なんかよくわかんなくない。カウバー。からん。なんだ、フランス語だね。あー、なるほど。なんかそれぞれの使うものが、あ、ちょっと、もう一回。肉はナイフ。魚は魚用の何か？バターナイフに、これチーズナイフ？チーズフォーク？エスカルゴはね、なんか森みたいな。これってなんだろう？フランス料理を食べたことがないからわかりません。まあいいや、じゃあ。あ、そうか、ここで戻ってきたんだ。さっきの、ここに、刺しに、で、あー、そっか、選ぶんだ。確かね、これは、そう、普通ので、魚が、ちょっと、これバターナイフだよ。あれ？バターナイフ、どうだったっけ？いや、魚は、これだったかな？これが普通のフォークで、エスカルゴが、違う？どうかな？あ、違うやん。ちょっともう一回見てこよう。あ、そっか、魚がやっぱこのバターナイフみたいなやつか。これだ。あ、開いたー。オープン。お、素敵な厨房に。わお、鹿？トナカイ24キロ。イノシシ45キロ、ウサギが5キロ。え？ハト4キロ？これなんだろう？もう、影だけじゃ鳥がわからないし、フランス語が読めない。2キロ、8キロ。これ、なんだろう？あ、レバーをゲット。Y じゃない、 WINEWI。 ああ、これさっきのレバーのヒントがあったテーブルのおしぼりの場所？ちょっと待って、よくわからないけど。あ、なんだこれは。あ、鍵が、ん？あ、鍵がそこに沈んでる。
水か何かを入れれば出せるかな。あ、花形のココットゲット。そうだった、ココットをゲットしなきゃいけないことなんか忘れてた。あ、缶切りじゃない、栓抜きだ。ワインの栓抜き。お、これはこれはヒント。なんだろう、フルーツの数かな、違うかな、色かな、紫、オレンジ、赤、緑。なんだこの枠は。これでも置いてみる、違うか。あ、なんか壁にヒントが。あー、脚立を置いてくださいって。お、丸、四角丸、何の数字を入力するんだ。で、隣に、お、なんか置かなきゃいけないんだ。あ、ここの部屋はこんな感じかな。じゃあこのレバーをセッティングする前にこれ。あー、覚えるのが大変。よいしょ。え、ってことは、あ、わかった、ひらめいた。ワインボトル、ワインって上に書いてあるじゃん、ヒントが。じゃあワインの順番に、あ、さっきのこれだ。青、右下、 Z を逆にした感じ。あ、全然そうでもないや。こう左下、右下、左上、右上の順番のレバーの配置を覚えて。ってことは、左上、下、右、左下、左上、下、右、右下、左上、下、右の、あれ、左下だっけ。違うらしい。あ、違う、これ右じゃなかった。ほら、逆じゃん。あいた。楕円型のココット。あ、ワインゲット。じゃあ早速これを開けてしまおう。ポン。これをね、多分ね、さっきのあそこに注いで鍵を取るんだと推測。よいしょ。やった。すごいね、なんか。あ、かわいい鍵を。どこの鍵だ？鍵かかってたの。あ、さっきの扉かな。あれでもこれ最後に脱出する扉？いや、でもまだ奥にあるもん。あ、開いた開いた。開きました。なんすかこれは。これは何ですか？あ、でもこの丸のラグマットが怪しい。で、これ開かないの？何のヒントだ？左側は？あ、開いた。おう。部屋がいっぱい。うん、コインゲット。1ファンキーランドゲット。鍵。ハートの鍵。あ、トイレ。イノシシ引く。ここに来て、突然の計算問題かな？これは、ハト。ハト、ハト？ハトじゃないのかな。なんだろう、イノシシ引くハト、ハトと思って。イノシシ引くハトと、トナカイ足すウサギ。あ、あ、これが四角だ。四角、丸。じゃあ引き算と足し算、これ忘れないうちにちょっと先に、よいしょ。トナカイとウサギ足したら29で、イノシシが45だから引く、45引く4、41、四角が41の
丸が29。どこだっけ、どこだっけどこだっけ、あ、ここだ。四角が41の、29だっけ。9。あちゃー、やったー、とってつきのココットゲット。反対は、あ、お、ドーナツ。あれってことは、ドアノブがないドアがあったっけ。ここに、わお、ここに来て、右左右左どっかにあったっけ。これがここ、もしかして。でも違うよな。あとなんかあったっけ。トイレは多分もう、あ、そっか、あとこのこれとコインはまだ使ってない。まだまだ謎がいっぱいあったね。これもまだだし、あ、ここにコインを入れる、あ、マカロン、マカロンを、マカロンをどうしよう測る、違うマカロン、カエルくんにマカロンを貢いでみようか。どうぞ。あ、なるほど、全部押せなきゃいけないのか。あ、これもしかして黄色い、あ、違う、そうだ、なんかほら、右が白い2つの丸と左が3つの白丸だから、これやっぱジャムの黄色を置く場所を、黄色の場所にちゃんと置けばいけるのでは。あとは、あ、やっぱそうだ、左から2列目、白丸2つの左から2列目、白丸2つの左から2だが、ここだ、どうだ、あ、やっぱ足んないこれだけじゃないの？あと、じゃあどこに何があったっけ？え？じゃあこの、あ、このガラス板をもしかして、さっきの変な池、池じゃない、あれ、どこどこここだ、ここでこうして覗く、あ、やっぱり出てきた。え、ってことは1,2,3,4,5、これは一体むしろどこのヒントですか下、真ん中下から半時計回りに6、あ、違うわ、これさっきのドアの右左だから、左左右左右右左左右左左右左右右左左右左右右、そういうことだったんだよあ、なんだ、あ、紫、1の紫コインゲット。1の紫コインってなんだ、ここが出口なんだ。なんか結構いっぱいあるよ、開けて、あ、なんだこのパックマン的な、この形をとりあえず覚えて、鍵かかってる、ここはなんだろう、あ、ドライバーがないといけないの、
じゃあとりあえずどこだっけ、マカロンがあったよね、こっちだ。ここにこれを入れて紫ゲットで、これがオレンジの隣だ。よいしょよいしょ、これをここ、やっぱりあと2つだ。あとじゃあ謎解きしてない場所がどこにあったっけ。あ、これだ。これは、これがさっきのパックマンだ。パックマンじゃないんだけど、こう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 、あれ違う、待って、こう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 、やっぱりそうだ、冴えてる。ドライバーを、じゃあさっきのドアを外しに行こう。よいしょ、ここだ、外した、オープン。1つをゲットってことは、これを置きに行こう。ここだっけ、違う、場所を探すのが、そうだ、これは厨房だ。ここに置きましょう。あれ、開かなきゃいけなかった。よいしょ、で、なんか、鍵、これさっきのお手洗いのところの鍵だから、これここだ。違う、じゃあこっち、ここここここでしょう。よいしょ、オープン、やったー、緑、今度は緑ってことは、これであと1個はどこにあるんだ。よし、緑ゲット。緑は、緑が一番端っこ。カエルくん、緑を持ってきたよ。あと一個。あとはどこに何が、まだ何を終えてないんだ。こんなところに、これはちょっと盲点だった。全然見たつもりだったのが見れてなかった。オープン、やっと取れたよ。カエルくん、やっとゲットしたよ。よいしょ、オッケー、ハート型のココット。あれ、もう一個、もう一個は一体どこに？なんかおかしいなと思ったら、鍵が、これ最初からあった？これが最後のロッカーのここの鍵だと。やったー、丸型のココット、ドアキーゲットしました。やったー、オープン。じゃあ、ベンチレストラン脱出のご褒美は素敵なお庭を見ながらのランチ。出おめでとうございます、ありがとうございます。いや、ちょっと行き詰まりましたね。一回見たつもりが見てなかった、一番悔しい。それではまた新しいところにも挑戦するので、また見てねー。